途中まで電車で行くんですか。はい、冷山電車。はい、あれ何メートルぐらいあるんですか。バターアルチ、こんにちは。はい、本日はパラー州のトメアスというところにやってきております。で、こちらのお宅は山田はじめさんという、まあ、トメアスに移民として来られた一世の方です。山田はじめさん現在92歳なんですけれども、2歳の時にこちらトメアスに来られた移民の方です。で、まあ、こちらのトメアスなんですけど、本当に日系社会の歴史が非常に深いところなので、まあ、そちらについてはちょっとインターネットなので、ご興味のある方調べてみてください。で、またあの僕の同期の浜澤さんという方が動画で撮ってますので、そちらの様子もこのリンクからぜひ見てください。で、はい、でこちらの、山田さんのお宅なんですけれども、まあ、ピメンタ御殿という呼ばれているお宅でして、こちらの留め明日、まあ、1950年代にピメンタ、胡椒のブームが来て、その時にすごい一気にもう街が潤って、日系人の方々はじめ現地のブラジル人の方々もうみんなこの街自体が、ピメンタ、胡椒のおかげで、潤って、こういったそのお金でですね、こういった大きな家も建てたそうです。で、これも当時建てた、家がそのまま残ってる状態で、まあ、1950年ですね。 です、はい、先ほどまでですね、もう2時間ほどその移民一世ですね、山田はじめさんにお話をいろいろと聞かせていただきました。なので、まあ、このビデオにそういったことをまとめているんですけれども、まあ、留め明日移民なんですけど、現在も90周年ほど経っております。で、まあ、移民として入った当時は本当にこちらもアマゾンの奥地ですので、なかなか人が住むのには適してないような、すごい厳しい環境だったそうです。で、まあ、マラリアにかかったりだとかで、まあ、日系人の方々もたくさん、亡くなられたそうで、まあ、この 90年の歴史の中でですね、まあ、昔から、現在まで約900人ほどの、もう日系人だけで900人ほどの方が亡くなられているそうです。まあ、そんな厳しい環境ですが、日系人の方々は努力されて、まあ、胡椒のブームで潤ったりして、まあ、町として、まあ、すごいその、まあ、日系社会的には歴史のある町となっております。まあ、1950年の、胡椒のブームの後、1960年、70年で代は胡椒の、まあ、取れた量ももう半分以下、3分の1ほどに減ってしまって、まあ、非常にこう厳しい時代もあったそうです。でもそれでもこうカカオであったりとか他の農業とかもあって、まあいろいろこの、まあ、浮き沈みはありながらも、まあ、しっかりとその、まあ、日系人の方々が頑張ってこられて、この留め明日という、まあ日系社会の中での非常に歴史のある町が出来上がってるそうです。はい、そしてあの山田さんが子供の頃、当時1930年代、1935年前後なんですけれども、留め明日にはその日系人ではなくだけではなく、もちろんブラジル人もおられたそうです。ですが、その時の、まあ、小学校の生徒の割合はもう 70% がもう日本人、日系人の方々だったそうです。で、あとの 30% がまあ現地の方々であったりとか、あとまあドイツの移民であったりとか、イタリアからの移民、そういった方々が、まあ、日本人よりも少し前に入って、まあ、おられたそうです。はい、そんなように本当にもう日系人がもうメインとして作り上げたような街。はい、で、その胡椒のブームの時には、まあ、この周りのアマゾン地域の周りの街からも現地のブラジル人の方々が入って、留め明日自体の街がもっと栄えて人も増えたような歴史があるそうです。本当にちょっとバッとまとめてしまったんですけど、まあ、他にもですね、いろいろと留め明日の歴史をお話し聞かせていただきました。ちょっとこちらの家の中を紹介するとともに、まあ、山田さんのお話を聞いている様子などもちらっと回しておきます。本当にあの浜澤さんという同期の方がですね、いい動画作ってますんで、そちらの動画ぜひ見ていただけたらなと思います。下貼っておきますんで、こちらが家の中となっております。はい、こんな感じです。こちらが、はい、ありがとうございます。本当にまたお願いします。またお越しください。こちらこそです。いや、本当欲しいじゃないけど、どことなくも欲しいの。はい、あなたとは親しみの、あ、でも本当にありがとうございます。いや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 、本当に親戚以上の、ありがとうございます。嬉しいことです。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくね。
はい。